きました。まあね、ちょっとドライヤーで乾かしたばっかりなんで、まっすぐもうね、結構ロングって言ってもさ、差し支えないんじゃないですかっていうくらいやね。ロングですね、結構。口紅塗ろう。口の色ないから。あ、やばいやばいやばい。あ、今日はね、お仕事じゃなかったんですよ。お休みなんですよ。ギフトありがとうございます。こんばんは。休みの日、休みの日が、休みの、私が休みの日に誰も休みの人がいなかったら私は家でゴロゴロしてます。はい、外に出ることは基本的にないです。まあ全くないわけではないですけど、私も車も別運転できるわけでもないし、まあちょっとどこ行くにもね、うん、なんかあのやっぱりその移動が、ね、結構大変になるので、なんか車が必要なので。やっぱり、え、焼けた？マジやだやだ、焼けた、嘘、うわ、でもそんな時期だよね、焼け止め塗らなきゃ。あの照明の具合でそう見えるとかではなくではなく、まあいいか。そうで、誰かがお休みの日はまあ連れ買い物行ったりスーパー行ったり、うーんかな。まあでも分かんない。うん、まあ、基本的になんかそのマミーがね、休みの日はちょいちょいどっか行ったりはしますけど、お兄ちゃんが休みの日は私めんどくさいって言って出ない時も全然あるので、髪の毛も染めにいかにはならんし。そう、予約取りたいんだけどさ、早めに、もうちょっと早めに取りたいんだけどさ、あのいっぱいで取れなくてさ、あれなのよ取ってないんですよね。そうやって、ね、遅らせれば遅らせるほど取れなくなるの分かってんだけどさ、そうだんだん遅くなっていくの分かってんだけど、なんかどうしてもなんか早く取りたくて、なんか開かないかなみたいな、キャンセルになって開かないかなみたいな、ずっと待ってるっていう。ギフトありがとうございます。そう、そんな感じ。うん、この休みの日は、うん、ありがとうございます。ちょっとね、お顔が今ね、たるんでるんですよ。ここがちょっとたるんでるんですよ。こんばんは。はい、最近ね、ちょっと筋トレなどサボっておりましたので、まあまあまあ、いやー、慣れないことするとね、疲れちゃって。ありがとうございます。顔丸くない？なんか、いや、まあ最近外食してましたから、最近って言っても5、2日、いや、でも飲みに行ったりもしてたちょい飲みに行った日もあった。うんよくないね
体重は変わってないんですよ全然、はい、体重はほとんど変わっておりませんですが、まあたるみって出てくるもんですね、はい、まあそんな感じで本日は配信をお休みだったんで配信しようかなと思って配信を始めました。つけました。眉毛コース、なんかマロ眉みたい薄いだけですよ、ちゃんと生えてますよ。そう、私の眉毛ね一本一本がものすごい長いんですよ。そう、長いからさ、ここら辺になるとさ、やっぱ量が減ってさ、長くなるだけなんです。なんか変な、なんかない人みたいに見えちゃうんですけど、ありますよちゃんと。こうやって見たらちょっとわかるよね。そう、あーまあ、何話そう、話すことあんまりないよ。まあ、最近ちょいちょいお兄ちゃんとね買い物行ってご飯食べたよっていう話くらいだよ本当に。最近映画見て、あ、全く全然。あ、でもね、なんかねユニクロでお洋服を1枚買いました。はい、なんかねユニクロ、私何気にユニクロで物買ったの、あれ初めて、初めてでもないかな、いやでも初めてな気もする、初めてかもしれない。はい、なんかユニクロでさ、なんかいてなんかさ話題になってたの知らない？ SNS で、あれなんていう服なんだろう。そう、色がね何色かあって迷ったんですけど、ちょっと待ってね、ユニクロ、そう、ちょっとねこれ見た時からなんかシャツじゃないんだけど、なんかこれ、ね、ネットで見てからめっちゃ気になってて、そう見つけたので買ったんですよね。いや、今回は紺色を買いました。ちょっと待ってね、なー、ちょっと出てこないんだな。あ、これケーブルクルーネックセーターっていうやつなんですよ。私見た時これ白とベージュと紺しかなかったな、グレーもあるんだ。そうそうそう、それの紺色を買いました。これが結構本当 SNS で話題だったんですよ。で見た時に、あ、可愛いなと思って、なんか使いやすいし、そう、あ、持っててもいいなと思って探しててようやく見つけたので買いました。でもねこれ色迷ったんですよ。そう、なんかホワイトとオフホワイトと、そのお店はあとベージュと紺色があって、暑くはないと思う、半袖だし、まあ意外と薄かったので、そうそうそう、まあずっと外にいるってなったらまた何着てても暑いんでね、室内だったら大丈夫だと思います。そう、ベージュと迷って、でお兄ちゃんにどっちがいいと思うお兄ちゃんかて、どっちが好き、いい、じゃあ白のスカートを合わせるならどっちの色がいいって言って、そう選んでもらって、くコンって言われたのでコンにしました。でもねベージュも可愛かったし、これ今見たらさピンクとねグレーもあるんですよ。全色可愛いよねこれ。
よかったら見てみてください。これメンズあるのかな。でもなんか 3XL とかあるみたいよ。 XXL とかでも、まあどっちかって言ったらこれレディースっぽいです。着てるあの方レディあのレあの女性の方なので、今これ女性のモデルの方しか出てこないので、そうまたね、あ最近ね、そうだからお洋服を着てちょっと外に出ることがちょっと増えまして、まあそれも事情があるんですけれども、はい増えましたので、はいまたいろんな服着ておしゃれを楽しんでおります。はい、ちょっと写真を撮ってくれる人がいないので、あんまりその皆さんにお見せできてないんですけど、めっちゃ着てるそう、もうぜひ見てみてください。本当にこれ可愛いです。私はね S サイズです。 S サイズを買いました。うん可愛い。っていうだけですかね。そうで、あとあのなんかね靴下が欲しくて、いい感じの丈の、いい感じの丈のっていうか、その多分な靴下の長さってなんて言うんだろうね、なんかふくらはぎくらいまでのちょっとクシュクシュってやって履きたいなと思って、ちょっと靴下をね、なんか私さあんまりカラーの靴下を持ってなくて、そう白と黒はねプレゼントでいただいて、そうめちゃめちゃ履いてるんですけど、あんまりカラーの持ってないなって、グレーとか、うん可愛いなと思って、まあそうちょっとカラーの靴下があったらいいなと思って、そうちょっとお兄ちゃんとね見てたんですけど、見てたっていうかあの買い物行ったんですけど、私その後仕事だったので、はい、あ仕事間に合わんってなって結局全然見れなくてっていう感じでした。そんな感じです平野。靴下の色は制限、靴下の色に制限ってある制限ってあるの。全然なんでもお洋服に合えばね、バイト先は別ないですよ。うん、昼の仕事やめて新しいの始めてるの。ああ、まあ鋭いですね。はい、ギフトありがとうございます。はい。まあちょっと慣れてから言おうかなと思ったんですけど、はい変わりましたお仕事がお昼。実はね変わりました。まあだから正直あのいつまで続くかもわからないし、覚えることも多すぎてちょっと。頭パンク状態でして、いつもと違うんですよやってることが。飲食ではないんです。はい本当はねそう慣れてから言おうと思ったんですけど、まあバレちゃったもんはね仕方ないいいよいいんだよ。そうでもね私なりに結構楽しんで、まだちょっとしか行ってないけど楽しんで、お店の方もいい人だしっていう風にやってるので、まあちょっと仕事覚えることがね多いのと、やっぱりその慣れてない職種っていうのもあって、まあ本当にいつまで続くかっていう話なんですけど、
はい、まあそっと見守ってくださいそっと見守ってください。うん、やめてる可能性もあるよっていう、だからまああんまり聞かないであんまりそんな聞かないで、うん、やめてる可能性も大いにありっていう。私はね今は全然本当に続けたいと思ってるし、いい人だし、私もなんとなく自分には向いてるんじゃないかなって思いながらやってるから。そう、結構いろんな人に言われるんですよ、これに関して。このお仕事は向いてそうって言ってくるんで、私も結構頑張りたいなと思って。ゆふとありがとうございます。そうなので、まあ夜の方はねそんな変わってないです。はい、夜の方はもうだから夜の方を始めてもう1年経ちましたかね。うん、夜の飲食のお仕事、夜って言うとあれだね、夕方からのお仕事そう、夕方からの飲食のお仕事はまあもう1年くらい、約1年本当に経ったかな。ちょっと いつから行き始めたか覚えてないんですけど、まあ1年くらい経ちました。はい、あっという間だ、早いですね。でも結構ねどこもなんかそれなりに長く続いてるとは思いますね。うん、あんま、まあだからそう、そんな感じでお仕事を頑張ってます。もうね、メモを取るじゃないですか。はい、もうぐっちゃぐちゃなんですよ。もう読めんくらいぐっちゃぐちゃ。ぐっちゃぐちゃに帰って、家帰ってから、セックスことね、まとめ出すっていう。ちゃんと。でもさ、こういう時にさ、思うのはさ、記憶力って、まあ私さ、アイドルっていうお仕事をして、まあ、記憶力が大切だったと言ったら大切だったじゃないですか。早く覚えて、立ち位置覚えて、歌覚えて、ダンス覚えて、それは結構役立ってるんではないかなんて思いながら仕事をしてます。新しい仕事も体力いる？いや、体力が必要なものではないけど、まあ、知識は必要かなっていう仕事ですね。うん、あとはもう完全コミュ力です。はい、まあ頑張ります。そう、不安だらけのまま出勤して、分かんないことあったら聞いて、頭でまとめて。だからさ、初め行った時はさ、マジでお昼ご飯さ、もうね、食べれんのよ、そんな緊張と頭パンクしてるのと、うん、もうなんか食べ物が喉をなかなか通っていかない、ほんとお腹もそんな空かなくって、まあとりあえず夜夕方からね仕事があるからとりあえず食べとかなきゃと思って食べてたけど、マジでお腹空かないと思って。そんな感じで、まあ頑張ります。
ということで、まあ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 頑張りますということですね。やっぱり私太ったよね。顔丸いんだけど。私笑った時、笑っ、もともとさ、ほっぺにすごいお肉がある人だからさ、笑うとさ、くっつくなんだろうさ、ここら辺ね。それがね、あんまり好きじゃない。でも分かる。ほんと顔太るとすぐ分かる。ああ、顔太ったなー。ああ、顔丸いなー。ああ、丸くなった。太ったなーってね。そう、前さ手が痛いって言ってたじゃない、言ってたよね。病院行ってきました。腱鞘炎でした。はい、腱鞘炎。まあまだ全然治ってないんですけど、まあ前ほど痛くはないけど、まあ痛いよっていう感じね。腱鞘、あ、言ったっけもう何話したかもう分かんなくなってきてる。いつ言ってた？なんで腱鞘炎になったの？私だから物とか持つときにすごいここに力が入るんだって。そう。そう、ここに、あ、痛いとだけ？そう、ここにあの力が入るからあの痛くなるっていう。そう、力入れすぎなんだって。ここだから、なんか物持つ時も小指上げてください、小指使わないでって言われた、あんまりそう言われました。で、あと、まあ強いて言うならば、なんだっけな、この辺りのどっかの骨の幅がちょっと狭いんだって、私左手がね。そう、右手と比べてなんかどっかの骨がの幅がちょっと狭いから、まあ、強いて言うならそれも原因かもしれないねっていう、そう話を先生がしてた。ああ、そうなんですね。うん、で、安静に何もしなければ2週間で治るよって言われて、いや、すいません、何もしないは無理ですって言ってうん、まあだからとりあえず湿布もらって、夜湿布貼ってねって言われた。まあだからちょっと痛みは引いたり、まあ出てきたりっていうのを繰り返してはいるけど、まあ前ほど痛いやばいみたいなことはない。そんなにギュッと握ってるの、いや、そんなつもりないんですよ、私そんなつもりないけど、なんか見たいよ、力が入ってるっぽい。そう、でもまあ別に骨が折れてるわけでもなんかそういうのでもないから、まあ大丈夫だよって言ってた。そうなんだね。うん、だからもうあんまりひねっても痛くはないし、そう、たまに物持った時に痛いかなって。皿のバランスが難しいとか、いや、そういうのではないんですけど、まあ、飲食店あるあるなのかは分かんないけど、これはまあ結構やってるところも多いかなと思うんですけど、やっぱりお皿ってたくさんあるじゃないですか、飲食店。こんばんは、主見さん、ありがとうございます。でさ、洗ったものを上に戻してたらさ、まあ、下のものを使わないわけじゃない。だからうちは、あの、私の働いてるところは、まあ、やっぱりその下に片付けていくんですよ。ってなったら、その上のお皿を持ち上げなきゃいけないわけよ、下入れるときはね。まあ、そういうことをするとやっぱり結構お皿ってさ重いじゃん、重なる、あの、たくさん重なってれば。そうで、持ち上げる時とかも結構力いるんで、そこかなとは思ってる。うん、後ろに片付けなきゃ、本当に下も使わないとかいうね、ほこりかぶっちゃう、よくないね。
結構ね力入れますね。片手持ち上げるの両手だよ、両手なんだけど、なんて言うんだろうな、左の方が力入ってる自覚はあるの。お皿の並べてある位置とか、そう、まあそういうことする時って、あの料理してる人の横を通るわけなんですけど、そのなんだろうな、お皿の位置的にいつも左側にいるんですね、その調理してる人が。そうだから、まあなんかちょっと、まあこっちの方を力入れちゃう、 なんだろうね、なんか待って、もう入っちゃうんです。そう、右手はだから何もないんですよ、私基本的に。なんか左、あのしかも、あのなんて言うんだろうな、特に奥の方とかあると、あの左のねちょっと奥の方とかにあると、頑張って私はこうやって手を伸ばしてね置かなきゃいけなかったりするんで、そう、そういう時にねちょっとやっぱり力入れんとほんと倒れてっちゃう踏ん張れそうそうね、重たいんです、だからお皿って。そう、まあなんかのんびりだから治るのを待とうと思います。そんな感じで、まあ原因が判明しましたよっていうお話ですね。こんばんは。あなたには見えてないし、ね、またもうそろそろしたら忙しい時期もやってきますし、夏休みですよ、夏休み。私には夏休みなんてないけれども、忙しい夏休み期間ですよ。ギフトありがとうございます。いやーね、いやーねでもないけど、お客さん来てくるの嬉しいんだけど、そう嬉しいんだよ、嬉しいんだけど、ちょっと忙しいの大変だなっていう。夏休みは全般が忙しい、まあ、基本的に、まあ、もちろんあのどんなお店かとかにもよりますよ、うん、どういうお店でどういう客層の方が普段来てくれてにもよるけど、やっぱり、うん、で特にお盆ですね、お盆がね、そう来てくださるのはありがたいんですけど、体力が暑さと体力とね、ちょっとねやられそうさ。じゃあ毎日化粧しなきゃいけないのか、絶対まあ化粧しなきゃいけないわけでもないと思うけど、うん、まあ私がしたいかなっていう。夏休みか、ひかに会いに行きたい、石川県おいで、会えるかもよ、もしかしたら。石川県においで、まあ多分人は多いだろうけど、ぜひぜひ石川県遊びに来てくださいね。楽しいよ石川、美味しいし食べ物。宝くじやってる確率並み、いやいやいや、そんなことないと思うけどな、割とそこら辺にいるかもよ、ポンってそう、そこら辺、あ、いたみたいな、そこら辺いるかもよ。ポンコツしてるかもしれない、私がやらかしてるかもしれない昨日さ、すごい申し訳ないんだけどさ、お客さんにさ、昨日そうそうそう、まあさ、お酒とかさ入れてるお客さんに出すんさ、でまあ入れてるところがね、お客さんから見えるの私さ、あの久々にやらかしてさ
めっちゃこぼすってね。もう思わずさ、久しぶりにやらかしたからさ、はぁーって声出ちゃって。あー、やってんなと思って。本当に。こうやって入れてるじゃん、お酒はね。なんか入れてて。そしたらなんかその器がね、ちょっとガタンって、動いちゃったもん。そう。ガタンって動いちゃって、入れてたやつ全部、ちょっと、バーンってなって。半分くらいこぼれちゃったの。お客さんにごめんなさいと思いながら、そう。そんな感じで。はぁーっつって声出して。そう。初めてお店であんな声出したわっていうね。いつもね、多少、基本的にまずこぼさない。こぼさないし、そんな盛大になんかこぼすことはなかったので。初めてあんな盛大にしっかりこぼして、目の前にお客さんいるのに、ごめんなさいと思いながら、そう、目の前っていうか、まあそういるの近くにね。そんな感じでした。やったなと思って、久々になんかやってんなと思って。いやーね。まあまあまあ大丈夫だよ。そう、大丈夫でした。入れ直してちゃんとお客さんにお出ししたので。やらんように気をつけんだ。でさ、やっぱりさ、忙しくなるとさ、なんかちょっとさ、やっぱりピリピリしちゃう時ってあるじゃない。なんかそれが私好きじゃないから、そう、なんかのんびりのんびりじゃなくてもいいけどね、お客さん来てくれるの嬉しいけど、なんかみんなアットホームに行きたいね。うん、そう、ピリピリするのがすごくやだ。やっぱりなんかせかせかしちゃうじゃん。あれやらなきゃ、これやらなきゃ、あ、次のお客さん待ってるよ、あ、やらなきゃやらなきゃみたいなので、どうしてもちょっとねピリピリしちゃうよ。そう、私がじゃないよそう、私がじゃないんだけど、そう、そう、でもやっぱりでも誰しもあるよね。なんか私はなってないと思ってるけど、そう見えてるかもしれないし、そう、まあでも気をつけなきゃなと思いつつ、ね、みんな仲良くいきたいね。仲悪いわけじゃないんですよ、仲いいんですよ、むしろ仲いいんだよちゃんと。そう、私がねその雰囲気があんまり得意じゃないから怖いなって感じちゃうだけで。そう、なんかね、そうそうそう、昨日と一昨日とこの土日めっちゃ忙しくて、なんかね本当にめっちゃ忙しくて、なんかあのお兄ちゃんと出かけたりねっていうのしてたけど、どこもほんといっぱいなの、めちゃめちゃいっぱいなの。そう、それこそ本当に駐車場入れないとか全然あって、なんかでも3連休忙しくなるかなって。3連休はさ、まあ、忙しくなるの分かってんだけど、なんか3連休前の休みだから意外と少ないかなと思ったの。そうと思ったらそうでもなくて、なんか祭りやったの。おー、祭りあったんだ、知らなかったな。なんか祭りがあったっぽい。うん、
そう、あとはなんかまあ金沢の方だとね、あのそのライブがあったのかな、なんかお店の人が言ってたけど、そうなんかライブがあったのか、人が多いみたいで、6日かな、うん、そうだからほんと人が多くて、もう全然わかんないんですけど私そう何もわかんないけど、そうなんかあったらしいです。地元指は本当に疎くなるよね。そうそうなんですよ、まあ、地元指もそうだけど、私あれだね、だから行く一緒に行く人もいないから余計疎くなるんだなそうそうそう、普段一緒に地元では特にね、あのイベントに行く人がいないので、うん、夜の時間帯なんか特に、まあ、仕事してたりする方が多いし、そう 夜帯はあんまり外に、まあ普通にお出かけはあほとんどないので、まあだから仕事行くくらいなので、仕事に行って外に出てるくらいなので余計に疎くなっちゃって、百万石も知らなかったしな今年。うん、浴衣今年着るかな、今のところ全く着る予定もなく、行く人もおらんし、いっぱいアーティスト来てたから、だから金沢駅が出待ち大変だと思った。あ、そうなの、あら出待ち、なるほどね、なんかミーシャさんとかが来てたのは知ってるよ。ミュージックデイだっけ、番組のなんか生中継で復興のイベントでみたいな、復興ライブみたいなで来てたのはなんか見た気がする。うん、あ来てるんだと思って、それしか分かんないうん、まあそんな感じでね、ちょっと窓閉めますね、寒くなってきた。なんかさ、ここしばらくさ気温低いんだよね、少しだけ見せるだけ。もしよ今、まあそうな、東京の方すごいみたいですね。
なんか別寒いわけでもないんだけど、最高気温がね低いんですよ。あの24度とか25度とか、そう、あの全然違うんです。石川は低いんです今。でもなんかサイトによってはもうちょっとあるな。そうそうそう、蒸し暑いですね。なんか暑くなると、まあだからほんとそんくらい、まあ、ここしばらくほんともうずっと雨なので、こんばんは。もうずっと雨、もうなんかザ梅雨って感じなんかね、ムシムシっとするんだろうなと思って、嫌だね、ほんとに嫌だわ。30度くらい行ってみた。まあなんかサイトによって違うっぽいです。私のアプリはそう、もうちょっと低く出されてる。かまあまあまああんまりだからサイトによって違うけど、でもいつもよりは低いかなって感じ。うん、髪伸びたっしょ。ロングですもはや。でもさ、ロングにするとさ、ボブにしたくなるんだ。でボブもだって私ボブ、私自分のボブ嫌いじゃないもん。でなんか何が好きですか、どれが、あの長さどのくらいが好きですかって言ってさ、ボブっていう人が前多かったんだよね。ボブが一番似合ってる、光るボブがいいっていう人が結構多いっていうね。ほらこんな、いやまあロングの方がいいなロングの方がいいな今。なんかロングはさ、もうさ私が何もできんから、うん、もうパーマかけようか思って本当にそう、ね、最近特に帽子かぶることが多いので、うん、パーマかけようかなとか言って、多分かけません。ロング好き？ボブ好き？あ、やっぱり分かれるよね。でもその AKB 時代に聞いた時はみんな結構ボブって言うんですよ。光るボブいいよね。そう、私はね、まあなんか別どっちもどっちもどっちかな。なんかロングはロングです、やっぱりアレンジもしやすいし、なんかもう帽子かぶった時のやっぱりなんだろう、幼くならない。そう、ボブにするとなんか一気に幼いって言われるんだ私はそう、なんかなんかウェーブのねパーマをかけたい。アフロじゃないよ、ウェーブのパーマをかけたい。うん、かけたいけど、まあなんか髪の毛傷んでるんでかけれるかもわからんし、まああんまりかけることはないかなって思いつつ、とりあえず髪の毛染めに行こうねっていう。ほらもうすごいでしょここの色のさ今。そう、ここまでがね、あの黒髪だった部分です。ここからここまでが、それも伸びまして、ここはねブリーチした毛です。ブリーチのボロボロになった毛です。髪ええやん。いや私さ、いやでも童顔らしいんですよ本当に。そう、触覚あるよ。うん、いつも出してる出してる、少ないけど遅いけど。そうなんかね、だからこの前つい先日ね、そのお店のスタッフの知り合いの方がね食べに来てくださったんですよ、ご飯をね。そう、食べに来てくださって、でなんかお姉さん、なんかそのご家族で来られたんですけど、そのお友達は。そうなんか話してて、まあお母さんかな、お母さんの方、お母さんの方がって、そう
その家族のお母さんがなんか、お姉さん何歳ですか、あー私21なんですって言ったら、いやでもこれお世辞かな、うん、そうでもなんかすごい若いですねって言われて、わもうちょっと若く見えましたって、なんか18、19くらいだと思ってましたって言われて、もうお世辞の可能性も全然あるけど、そう、あーそうなんだ、まあでも童顔童顔とは言われて生きてきたので、私まあ今ねこんな髪色してるからちょっとそう見えないかもしれないけれどもね、可愛いですねって言っていただいたすいません、ありがとうございます、ありがとうっていうね話をしてました。いやマジ幼いよ、ボブだな、ボブは幼いな、ボブ幼いわ、ロングにした方がいいな、大人っぽいこっちの方が、あのさボブでさマジ黒にしてみ、絶対幼いって、どれかな、あったよ、いっぱいしたもん、これじゃん、まあ厳密に言うと黒ではないんだけど紫なんだけど、そう、もうちょっとわかりやすいしないか、全然見えてないけどあんまり、バブってん、バブ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 、でも昔から言われてきたんだよね、うちね、パピーがね、童顔なんです、はい、童顔です、マミーはね大人っぽいんです、お顔、はい、どっちかって言ったら大人っぽいで、まあ昔からね言われてきて、まあパピは童顔だねって、そう、私はなんかパピーになんでしょうね、そういうところ、そう、話し会の時の正解、これねいつかな、何日かな、2022年だから2年前かな、1年半前くらい、2年もいいかな、1年半前くらい、 それが今やこれですよ、私は本当に実際何歳に見えるんだろうね、うん、でもあれだよね、これ出したらさあれなんだよねこの人たち出したらね、なるんだよね、あとは前髪にもよるか、年相に見える、そうだな、今はね全然年相でいいんですよ、私はそう、大人っぽくもなくていいし、若く見えなくてもいい、年相応でよくて、まあもうちょっと年齢上がった時にね、あ若いねって、そう、何歳なの、あ27ですとか言った時に、あ27なんだ、もうちょっと若く見えるよ、
童顔だねって言ってもらえる風になったらいいなと思ってる。そうそうそう。そう。まあね、これね、前髪。まあなんか次染めたらね、もうちょっと暗くなるかなとは思うけど。うん、まあちょっと金髪っぽいもんね、どっちかって。うん、前髪でもまた変わるし。今ねちょっとドライヤーでね乾かしてたんで横に流してますけど、明日どうしよっかな、明日流そうか迷う。髪伸びたよね、マミーがね楽しみにしてるんですよ、私のアレンジを。一束細い、こっち入れたからここか。ちょっとねこの辺の毛出して巻いて、もう赤色にはしない感じしたいんだけどね本当は。いつまででも派手髪でいたいよ私は。はい、お水はね別髪色自由なんで、はい、どっちもピアスも髪色もネイルも自由なので、はい、まあ、ネイルはしないですけど、私飲食なんでね。なんだけど、まあ髪の毛がねもう限界を迎えているので、しばらくはもう茶色で、まあ落ち着いて本当にやりたかったら一回やって、うん、まあねもう多分その頃には私はもう何歳かな、24、25くらいになってると思うから、その傷んだところほとんど消えるまで。そう、あでも赤よりオレンジしたいかな、一回オレンジ。55分、もうちょっとしたらねカラオケしようかな。ピンクも本当はしたいし、またあでもね一回ね白っぽい金色にしたい、K-POP の方がよくやってる感じの。そう、私さ基本的にいつも入れるから色落ちするとちょっとくすんだね、なんか茶金みたいなね、まあ、こんな色になるんで。そうなので、なんかもう綺麗な黄色金髪にしたい。そしたらねその後多分オレンジも入れやすいと思うし。あそうそうそう、ここのね茶色い部分がまあまだ痛みが少ない、まもうちょっと言うのはここかな、この辺りくらいかな。うん、ここら辺は多分まだ1回とかしか1、2回なのでまあいける。でもあと下はもう全部だいたい5回くらいの毛なのでボロボロです。うん、まあここはね本当にもう黒だった部分なので、うん、インナーカラーもねなんかねなんだろう、いやダメなわけじゃないんだけど全然いいし、でも今は多分しないかな、色落ちも早いし。まあとりあえず茶色系を楽しんで、うん、昨日ピンク髪の写真見て光るんと思ってしまった、残念、もうピンクではありません、残念。でも私もね派手髪見るとねちょっとねすごく嬉しくなる。石川でねなんかあ地元かなみたいな感じの派手髪の子がいるとすごく嬉しくなる。そう、まあ、少ないじゃないやっぱり、ちょっと
そんなもうなんか原色みたいな色してる人ってなかなかいないから。そう、そういう方を見ると私はねちょっと明るでいいよな、髪染めるのっていいよねってなる。まあしばらくはだから茶色を楽しんで、地方は少ない、本当に少ない、マジですかね。まあ折って茶髪金髪かな。うん、いやでも私はね全然派手髪いいと思う。うん、やっぱりなんか好きなことしなきゃ。夏毛から冬毛に生え変わるまで頑張ろうね。本当にそうだよね、生え変わりハゲちゃう私やだ。いやでも本当にね、なんか最近お洋服とか着るたびに思う、なんかやっぱりさちょっと肌とか出すとさあなんか大丈夫かなってなるんだよ。そう大丈夫かなってなるんだけど、最終的にもちろん気温もあの考えながらだけど、そう最終的にいや着たいもの着なきゃもったいないと思って、なんでなんか周り気にして着たいものを着ないのかは着ないのか、それは良くないと思って、そう周りのこと気にしすぎて着たいもの着れなくなるのは良くないと思って、そう意外と好きなもの着て、好きなものを着て楽しんでおります。ノースリーブ今年たくさん着たいな。もう毎年もノースリーブ着てたっけ。そうだ、服に関してはねそうやって考えられるんだけど、なんか人間関係と なんか仕事のことになるとそうやって考えられない。そう別にいいじゃない、自分いやまあ自己中っていうのはまあなんか良くないけど、自分を大切にして何か悪いっていうぐらいの、ね、気持ちでいたらいいのにね。それも洋服はね本当に私が楽しんでる部分なので、いろんなもの着て、そのスリーブも着たいし、いっぱい T シャツも着て、スカートも履いて、ズボンも履いて楽しんで生きていく。お洋服は、楽しもう。いっぱい気をいっぱい。人生を謳歌する世代、まあそうだけど、
そうだけど、まあできない時もあるのさ。そう、でもなんか行きたいとこ行ってやりたいことはやらなきゃなとは思ってる。そう、今さ、だからまあ私は言ったらフリーターじゃないですか。アルバイトをしてっていうので、まあ別学校行ってるわけでもないし、あの正社員で働いてるわけでもないので、私はまあ今ね一番自由な時間だと思ってるんですよ今。うん、一番できる、何でもなくそのやろうってなったら、そうできるあのタイミングだと思うのでね、やりたいと思ったことはできたらいいなって思うね。まあ一番やりたいことは何ですか？バイクの免許を取りに行くこと。バイクの免許を取りに行く。あとは何かな、旅行は行きたいし、一番やりたいこと、まあでもバイクの免許かな今は本当に。うん、まあなんか多分今すぐは無理だけど、今年中に行けたらいいなーって思いながら、そう一番やりたいこと、まあとりあえず自分らしくいれたらいいなって思うよね。そうそうそう、自分らしく、そう行く時間は多分作ろうと思えば全然作れるんですよ。そう、まあそれ以前の問題かなっていう、ちょっとねちょっといろいろございまして、うん、まあだから今すぐは多分無理なんです。うん、まあでも秋ぐらいになったら撮りたいなっていう。そう、でも本当に自分らしく生きたい。まあそれが難しいんですけど、私は人の顔色も伺うし、メンタル弱いし、うん、気にしいだし、でも。だからあれだよね、だからそういうところでさ、あの人間関係とかさ、そういうところでさ、やっぱりそのなんていうの、やっぱり周りを気にしすぎちゃうから、だからやっぱりお洋服とかはね自由に行こうねっていう。そうそうそう、お洋服とかだけでも自由にね、私らしく入れたらとりあえずねいいかな。ですですです。そう、お洋服とかメイクとかはね、やっぱり自分を表現できるものだから。いや、まあ気にしてもいいと思うよ、全然いいと、悪いことではないんだよ、本当に悪いことではない。だって周りを見れるっていう、いい風に捉えたらね、ちゃんと周りを見れてるっていうことでもあるよ。そう、でもそれは行き過ぎたら自分の首を絞めるっていうのもあるからなんだよねっていう。私はもう完全に多分自分の首絞めてるタイプなので、気にしすぎて、そう自分の発言行動全部に対してそう気にしちゃう周りを。そうだから私は基本的に人の機嫌を察知するのも早いと思ってる。
周りを見てるから、あ今疲れてるかなとか、あちょっとあの多分怒ってるなとか、あなんか今雰囲気がおかしいなとか、あちょっとあの嫌な気持ちになったんだろうなみたいなそう気づくのはすごい早いと思う。 それはでもいいことだよね、ちゃんと周りを見れて。でも行き過ぎると良くない、まあ、だからほどほどにね、そう周りを見れるっていう長所を残しつつ、だからそこでなんか気にしすぎるんじゃなくて、うん、でも自分が悪いなと思ったらそれを伝えられたらいいと思うし、そうじゃなかったら別にそこまで気にすることでもないし、その人の機嫌が悪いだとか、そうなんか怒ってんなとかも、正直だって私が第三者の目で見た時は自分だった場合そういう風に思えないけど、自分がねその立場あの同じところにいた場合、その状況になった場合そうは思えないけど、そんな人のあの機嫌なんてだっていちいち気にしてたらやってられんやんっていう人の機嫌なんかねえ、そんな気にしてたってもうしゃあないやんしかもそれが自分のせいかもわからんものよ。そう気にしてたってもうしゃあないしゃあないっていう風に思うからね。まあだから自分がその立場になった時にね、そう思えたらいいよね。私は人が機嫌悪かったら大丈夫かなってめっちゃ気にしてます。機嫌悪いのもピリピリしてんのも、あ私なんか悪いことしちゃったかなって考え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 て、あ私ちょっと気に障るようなことしちゃったかなとか、私ちょっとミスして怒らせちゃったかなってな、あの最終的に行き着く人なので、そうまあね、それをね直せば長所になると思います。私は周りを見れるよっていうの、まあだからね楽しんで、まあ楽しんで自分らしく、うん、行こうぜっていう。よしアウトのお時間です、行きましょう。うん、人にはそれぞれ長所短所ってありますから、長所はねやっぱりたくさん伸ばしていったらいいと思うし、短所はまあ、少しずつ改善していったらいいと思うし、直せるところは。ショッピング行けてめっちゃ楽しかった、よかった。まあ無理せず本当に体調気をつけて、今ね夏バテとかも絶対あるから、夏バテ本当にね、私去年しんどかったからね夏バテ、もう今年は大丈夫だと信じたい と。盆休みも取る、まあ盆休み1日は取ろうかなって思ってます、ちゃんと。まあパピーとねどっか行くかっていう約束をちょっとしてたの、約束っていうかまあ話をしてたので、はい取ろうかななんて思ってはいます。
まあ、あとはなんか他の予定次第だね。まあでも、うん、あのあれですね、あの入りたい人があんまりいないなら私は全然入りますそう、あのやっぱり休み欲しいじゃん人もいるじゃん、そういう休みの日って。そうだからあんまり人が少なかったらね、全然私はあの意外と何でもっていう人なんで。これ初めて歌うかも、今日久しぶりになんか思い出してさ、これいい歌なんです。めっちゃいい歌。ここにあるのは君が今まで選んだ道の答えたちよ、ほら自信持って進めばいい。とても新鮮なの、雨上がりのアスファルトに虹がかかるように。風が吹いて気がついたよ、答えはどこにもないけど、わかってるわ、愛はいつも与え合うもの。 For you、 きっと君はいつの日かこの空を飛べるはずだから、何度つまずいたとしても。 For you、大切なことは一つ、夢見ること心だけは閉ざさないでいて。リクエスト、歌えるやつなら歌ったりしますよ。傷ついても涙こらえ我慢してたよね、そんな君を一番近くで見てきたから、何も言わなくてもわかってるよ、どんな時も頑張ってたこと。 Oh, oh, oh. 迷ったなら何度だってやり直すことできるから、そばにいるわ、恐れないで信じ合うこと。 For you、 きっと君もいつの日かこの空を飛べるはずだから、何度傷ついたとしても。 For you、 大切なことは一つ、夢見ること瞳だけは空ないでいて。君が描く勇気がほらかけがえのない宝物に変わるよ、今両手広げ Fly High。 きっと君はいつの日かこの空を飛べるはずだから、何度つまずいたとしても。 For you、 大切なことは一つ、夢見ること心だけは閉ざさないでいて。Give me five、歌かな、一時期めっちゃ聴いてて、今日久しぶりになんかあれそういえばなこんな歌あったよなと思って、あれこれ聴いてたけど今
あれ聞いてなくないと思って、久しぶりに聞いてはぁーと思って浸っててそう、そういう歌でした。ギブミファイブいきましょうか。写真を撮ってみても大事だったものは残せない。喧嘩して口きいてなかった、あいつとなぜか肩を組んでた。まだ誰も帰らなくて教室が狭く名残惜しい。時間の先に僕らの未来がある。涙こらえるより生まれてから一番泣いてみよう。そう辛いことはまだまだある。慣れておこうぜ。
会場入り？あら見えてたの。ありがとうございます。久しぶりに歌ったね。髪の毛抜けたわ。したらね、次の曲いきますね。これも最近ちょっと歌ってるというか聴いてる曲なんですけど、久しぶりに歌えるかわからんけど歌いますね。トリプルAさんの曲です。知ってる人もいそう。歌えるかな私。結末があるように二人の日々も終わる時が来るのかな。揺れる気持ちを胸の奥に秘めたまま、ごまかすように泣きしめキスをしたね。愛し合ったのかな。これが二人の結末としても好きだよって君に伝えられたかな。もう遅かったかな。言葉もこの手も届かなかった。笑い声も胸のトゲも思い出がこの目からこぼれそう。ちょっと遅すぎたかな。素直になれないこの口だから上手に言葉がつなげない。ただ好きだよだけ伝えたい。同じ映画を何度も見るみたいに、共に過ごした今日までの涙の意味を受け止めてたら違う景色たどれたかな。終わりが怖いなら始めなければいいと、出会う前の僕疑いもせずに。君にさよなら告げるまででいい。誰よりそばにいてほしい。そんな二人の結末を知っても出会えてよかったと思い合えるまで。僕らあんなに愛し合ったのかな。これが二人の結末としても好きだよって君に伝えたい。君にさよなら告げるまででいい。誰よりそばにいてほしい。そんな二人の
と思い合えるまで好きだよ今更だけど言わせてさよならの前に これにします。これね可愛くて好きなんだ。何回か歌ったみたい。高いけど。トワイスさん可愛いの。高いかも。愛とはどんなものか知りたくて映画やドラマの中探るけど奥震わすこのときめきどこから来るのでしょう。正体を突き止めたい。夢に描く私だけの王子様現れる日が来るのかな。甘い蜜の味だって体が宙に舞って泡なのののの例えばそんな感じ。笑顔が溢れ出すって全てが輝くのって泡なのののの言える私になりたいの。その姿イメージしてみるの。今は一人名前のない感情が込み上げて涙が出ちゃいそう。その時を待ち焦がれて未来で会う素敵な誰かのために私にできることは何。甘い蜜の味だって体が宙に舞って泡なのののの例えばそんな感じ。笑顔が溢れ出すって全てが輝くのって泡なのののの言える私になりたいの。先の話何もかもが未知それでも強く巻き起こる確信。今が最高にいいタイミングきっと叶うよ恋のストーリー。私の勘いつも外れなし早く来てね心中になんか音合ってるかな途中で入るとわかんない。気持ち求められないこれ以上は甘い蜜の味だって体が宙に舞って例えばそんな感じ。笑顔が溢れ出すって全てが輝くのって What is love? 言える私になりたいの。 Oh no 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 What is love? Oh no no Oh no noこれ可愛いよね。私上手に歌えないけど可愛いよね。本当にあの TWICE さんの聞いてくださいぜひ。マジで可愛いです。本当に可愛い。
いや私はもうダメなんです、上手に歌えないから。これもまあ何回も歌っていますが、私の好きな歌ですね。すごく素敵な恋の歌。今日は君の寝顔を見てから眠るって決めていたのに、気づけば君の腕の中で寝てた。行ってくるねと手を振る僕、君は決まってカンザスピーサイ、やっぱり君には勝てないみたい。探していたんだずっと、もう迷わない、ここから始めよう。これは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、そして当たり前のようにキスする、ありきたりな話さ。一人は出来の悪い男で、もう一人はおてんばなプリンセス。男が行く君と出会うために僕は生まれてきた。 Baby stand by me, I will stand by you。興味ないふりして、不意に仕事止める君が好き。これなら一生頑張れそうさ。気づかれないように手を抜く、ダメな僕見つけ叱る君も好き。一生君に勝つのは無理だ、憧れていたんだずっと、やっと手に入れたこの幸せ離さない。それは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、家族になり愛を深め年を取る、ありきたりな話さ。一人は出来の悪い白髪で、もう一人は永遠のプリンセス。二人は生まれ変わってもまた一緒になろう。うわ80億人ですねとか言わんといて。これは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、そして当たり前のようにキスする、ありきたりな話さ。一人は出来の悪い男で、もう一人はおてんばなプリンセス。男が行く君と出会うために僕は生まれてきた。 Baby stand by me, I will stand by you, I will stand by you. Baby stand by me, I will stand。 あ、ごめん、ずれた。Baby stand by me。 はい、ありがとうございます。これね、すごく好きです。私がせを向け合えば互いは翼になるけれども、僕らには飛び立つ場所などない。聞こえないふりをして遠ざけてた、あの日の言葉が忘れられない。こんなに
惜しく思うなんて考えもしなかった。私の心はいつの間にかこの手に伝わる雨のように透明な色をしたあなたのこと愛してしまってたの。何度も問いかけて言葉が出なくてもう少しあなたといたいのに離れてゆくその姿に私は手を伸ばして泣いた。どうしてあなたのこと今になって愛し始めてしまったのかな。もう届かないと
ちょっと待ってね。で歌えるのでしょうか。私いつも言うよね、本当に。いやでも本当なんです、歌えるかもわからない。でも知ってる人多そう。私よく聞きました。曲がりくねった道の先に待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じて行こう。ありのままの心で何かをただ一つだけ愛し続けてる人、その誇らしげな顔にはああ何にも負けないほど大きな優しさが溢れ出してる、yeah、曲がりくねった道の先に待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じて行こう。手のひらじゃ何にもつかめやしないと、開いた指の隙間からいつか手にしたままの夢や憧れの種が、欲しそうに明日へと目を出してる、yeah、早かった。逃げ出してた昨日よりもこぼした涙、立ち止まった自分を連れて夢見てたあの日の僕に会いに行こうか。合ってんのかな。
ているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを、正しさという狭い出口をくぐれない思いを奮い立たせる。言ったよね、ここ音取れんな。すぐに伸びていた今日までをたどる足跡、曲がりくねった道の先にあの日の僕が待っているから。いつもこれなんか音で曖昧なまま歌ってる気する。正しさという狭い出口をくぐれない思いが僕を奮い立たせる。こんな感じだった。正しさという狭い出口くぐれない思いが僕を奮い立たせる、これだ。だけお待ちを。なんかいつもなんか何歌ってたっけって思うよね、昔。まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じてゆこう。
もうちょっと22時だね。そしたらどうしよっかな。もうちょっと歌って終わるかな。高いです。高いけどこれ歌いたいな。かわいい、これもかわいい。世界は恋に落ちている光の止む目を指す。君を分かりたいんだよねえ、教えて。Thank you.
チパチ。複雑な気持ちがいるよ。初めての感情を行動にリンクする。体温計壊れちゃったかな。自分のことわからないまま、あの子にアドバイスまでしちゃった。全部分かりたいって思っちゃう。これが恋だって初めて気づいたの。絶対振り向いてほしい。遅かったけど諦めたくない。だって好きだから。春に咲いた花が恋をした。花は必死に上を向いて笑った。青い夏のつぼみも恋をした。咲かない花と火薬の匂い。本当の気持ち言葉にして、話せたら今日もリスタート。鈍感な君だから、口に出して言わなきゃ。今君に伝えるよね。好きです。世界は恋に落ちている光の矢、1ページ。
そしたらあと1、2曲かな。やめとこう。うん、ごめん、あと2曲ね。あの、今のは聞かなかったことにしてください。急に音がわからなかった。イザナウス、追い風のイザナウス。ダメだ、出てこない。あの、聞かなかったことに、うん。あれ、なんでまあいいや、とりあえずこっちにします。あと2企画ね。入りなしじゃなくて、あの、聞かなかったことに違う企画にします。なんだ、あの、2人と思ったんだけどな、久しぶりに歌おうと思って。傷を抱えた二人は夢の続き探してた。思うままに色ついてくと思ってた。答えなんか見つけられずに、それでもこの世界
これにしようかな。しっとりした曲ではないですが、今日歌えるかな。でも多分大丈夫。最後です。止まることない人混みの中、肩と肩がぶつかっても言葉は交わされない。強さは誰かを睨んで突き進むことじゃないよ。目を合わせて笑ってみれば立ち止まることだって怖くない。君には君にだけの幸せの場所がある。誰に壊されそうになっても消えることのない、それぞれの幸せを比べても意味が回る。風がまた記憶を連れてくる。大丈夫ほらね大丈夫。過去の自分と目を合わせて大空へと深呼吸。一人ぼっちでいても自分の色は見えない。君に触ると濁った心透き通ってく。君には君にだけの特別な色がある。誰に塗りつぶされそうでも強く光ってる。それぞれの色まとい生き抜いていくんだよ君の。
ということで本日はねこれで終わりたいと思います。あーお腹空いてきたな。ありがとうございますということでね、これで本日は配信終わりたいと思います。茶漬け食べないよ、もう寝るよ。私は寝ます。間違えた、カラオケ開こうとしてた、また違う違う。そしたらねランキングいきますね。13位サスラインのクーさんはランタンさんですね。はい、ランタンさん。12位エレメンツさん、父ダブル流星さん。10位マサムネさん、9位ネコさん、ビキトジョンさん、8位ところてんさん、7位桜のお友達さん、6位西さん、5位カボちゃん、4位カイさん、3位サルキチさん、2位ケンイチさん、1位ユタさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。トメさん、ケンイチさん、ユタさん、桜のお友達さん、ネコさん、ビキトジョンさん、西さん、ひでまる2号さん、ランタさん、ムムさんです。ありがとうございます。言われてない方は挙手でお願いいたします。今日はねもう肌のお手入れも終わっております。もうお風呂も入ったし終了。はい、ということでね、サリキさんありがとうございます。はい、ということで本日はね、あーね、皆さん見に来てくださって、本日も見に来てくださってありがとうございます。はい、私はもうゆっくりあと寝るだけです。頑張ります。明日もね、皆さんもね体調気をつけて、暑いのでね、ほんとマジ熱中症気をつけて、水分とって、ちゃんと本当にほんと想像以上に水分とって、うん、もうなんか時間決めてもいいくらい、そうこの時間だったら絶対こんだけ飲もうくらい決めてもいいくらい、本当にそのくらいね意識して水分とってね、熱中症気をつけてお過ごしください。はい、それではね皆さんもね早めに寝てくださいね。 お疲れとってちゃんと。はい、また明日から、明日、まあ今日から仕事の人が多いかな、まあ、ちょっとまあバラバラの人もいると思うけど、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、何がぜひぜひ頑張って、まあ頑張らなくていい、ほどほどにいきましょう。それではね、また次回お会いしましょう。またね、おやすみ、ありがとう。ゆっくり遊んでね、おやすみなど、おやすみ、ありがとう。